はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この何でしょう、リグのコントロールを、より、便利に使うためのテクニックというか、テクニックというのは結構マニアックな機能を、紹介していこうと思います。で、1つ目は、このタイムスライダーをこう、スクラブ、動かすときに、コントローラーだけ非表示にしたいときってあると思うんですね。それをどうやるかっていうのを紹介と、あとはカスタムピックウォークを簡単に紹介します。カスタムピックウォークって何かっていうと、例えばですね、変なモードになっちゃった。これ、違う。こうコントローラーがあったとして、で、こう、一応ペアレントしますね。ペアレントして、ペアレントで、こういうコントローラーの階層があるんですけど、そうした時にこれ、アニメーター的には下を押せば、これを選択してほしいんですけど、下を押すと、シェイプを選択してしまうんですね。これが嫌だ。本当はこう、これ下を押せば、これ、矢印ですね。下カーソルを押すと、ナーブサークルに選択してほしいのに、ナーブサークル2の時に下を押せばナーブサークル3選択したいんだけど、それができない。これを、便利に下を押せばこれを選択してくれるっていうやり方を紹介しようと思います。はい、じゃあまずは、このタイムスライダーを動かす時にコントローラーのを非表示にする方法から、紹介します。はい、でまずそのやり方ですね。こう動かした時にこのコントローラーを非表示にする方法はものすごく簡単で、まずこれ選択して、ドローイングオーバーライドじゃない、オブジェクトディスプレイか、ディスプレイからちょっと一回全部閉じて、ディスプレイのハイドオンプレイバック、これをチェックするだけです。これやっとくだけでも結構便利ですね。こうやると消える。で、こう動かしてる間は消えて、左クリックをしてる間はこの上で消えて、離すと出るっていう感じなんで、結構モデルとか作ってるときって、シルエットとか、アニメーションするときのシルエットとかチェックするときに、コントローラーって見栄え的にどんどん邪魔になってくるんですね。今回の例だとここしかないんですけど、ちゃんとした本気リーグみたいになるともうぐちゃぐちゃなんですよね、コントローラーで。なので、本来見たいモデルの形っていうのがどんどん作業してると見えなくなるので、動かすときだけコントローラーが消えて、こんな感じでシルエット見えるんだっていうのを確認できて、作業となると、カーブが出るみたいなのができます。こう繰り返して、とか、もっとこっちだねとか、みたいなやり方ができるようになるってところですね。これがハイドオンプレイバックの機能です。これ親のノードがハイドオンプレイバックが入ってれば、全部それ適用されるので便利です。それ例えばなんですけど、こう階層になってるもの、これ親さえハイドオンプレイバック入ってれば、この子階層も全部消えます。あれ、今回消えてない。そうですね、親だからか、シェイプにやってとかですね。親にやれば、こっちですね。トランスフォーム側ですね。で、消える。びっくりしました。よかったよかった。はい。で、こうでした。シェイプに間違えてやらないようにってとこですね。で、次に、カスタムピックウォークの紹介です。やり方は、これもそんな難しくなくて、このカーブ、コントローラーのトランスフォームを選択します。一回シェイプがいいか。で、リギングメニューから、コントロールタグアズコントローラー、これで4つ分のコントローラーノードっていうのができます。どっかにできてるはず。タグ、これ123、これができます。で、これいろんな機能というか、ちょっとした機能が入ってるものですね。ちょっとした機能っていうのは、例えば、
間違いなく使わないと思うんですけど、ビジビリティモードっていうのはこの小音マウスプロキシミティっていうのにすると、マウスが近寄ると出る。まあ使わないと思いますけど、なんか面白いですよね。まあ、全部やってみましょうか。小音マウス。もうどこにコントローラーが全然わかんないけど、まあ出てくる。できる。これね、自分は全く便利だと思わないですけどね。アニメーターさんってやっぱこうやって選択するじゃないですか。こうやって一気にとか。それがもう何も見えない中やるっていうのがもうないなっていう。クリックで選択、あんまね、マヤってクリック選択の精度あんま良くないと思ってるんで、やっぱ区形選択の方が精度高く選択できるから、これポチってやって、近くによってほら、なんか、押しづらいっていうところがあるんで、あんまりこれ、雰囲気はいいですけど、実作業となるとちょっとイライラする機能かもしれないですね。なので、これは使わないで、そのままにします。で、今回のピックウォークを便利するっていう方が重要なので、で、これ、タグをやって、このペアレントっていうところが設定できるんですけど、ここを手作業でうまく設定できないんで、機能でやります。機能っていうのはこのコントロールの、このペアレントコントローラーっていうのを使えばできます。はい。で、一応やってみる前に、現状のここの階層を見て、下矢印を押すと、シェイプが選択される。今下を押してますね、こで、これが確認できたら、まず、子供、親、ペアレントコントローラー。子供、親、ペアレントコントローラー。子供、親、ペアレントコントローラー。これで OK です。で、ここで下押していくと、こんな感じ。シェイプが選ばれなくなりました。なので、これ全部設定してあると、アニメーターさんにはめちゃくちゃ優しいですよね。あとは余計なエラーが減る。下行っても上行っても、そうですね。ちゃんと上にも下にも行けるんで、アニメーションと、例えば指とかだとかなりいい機能だと思いますね。これ上ローテーション、下行ってローテーション、下行ってローテーションとかができるので、これが設定してあるだけで、だいぶ効率が良くなると思います。特にこうナーブスの、コントローラーって結構使うと思うんですけど、やっぱシェイプがあることで、この階層をうまく選択できないっていうデメリットがこのカーブのコントローラーにはあるので、まあそこが、ネックなのが解消できるってところですね。まあそれが嫌だからカスタムのロケーターとか、プラグインで書くところもありますけど、まあこれがお気楽でいいかなと思います。これがカスタムピックウォークの機能となります。はい。今回は以上となりますけど、かなりマニアックですいませんっていうところなんですけど、まあこうハイドして、ピックウォークで、サクサクサクって。まあこう、微々たる機能ではあるけれども、こういうのをちょっと入れといたりすると、まあアニメーターさんが喜んだりするので、リガーの作業としてはここまでやってあげると、丁寧かもしれませんね。はい。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。